ザオー、夫婦ジブステレンボッシュ大学キャンパスステレンボッシュ。大学は南アフリカ共和国のステレンボッシュに位置する同国最先端の公立大学である。近くにはケープタウン大学や西ケープ大学がある。ステレンボッシュ大学は1999年にアフリカで初めて打ち上げられたマイクロサット3サットを設計、製造した。ステレンボッシュ大学は アフリカの大学として初めて自然科学及び人文学における知識へのオープンアクセスに関するベルリン宣言を批准した。ステレンボッシュ大学の学生はマティーズと呼ばれる。一部ではこれが大学のラグビーチームのチームカラーがクリー色であることに由来すると言われているがアフリカンス語の交互表現で友人、仲間を意味するバートに由来するという説が有力である。 校舎はもともとケープタウン大学の前身のサウスアフリカンカレッジの学生によって縮小的に使われていた。この大学の起源は1866年3月1日に開校したステレンボッシュギムナジウムにまで遡ることができる。1881年にステレンボッシュ大学と名前を変え、この頃は現在の芸術学科の場所に位置していた。 1887年にはビクトリアカレッジと解消し、1918年4月2日には総合大学としての地位を獲得して、現行のステレンボッシュ大学へと名称を変えた。もともとケープ地区にはケープタウン大学のみが総合大学として置かれることになっていたが、政府にビクトリアカレッジからの代表者が訪れた後、10万ポンドを苦面するという条件で、 総合大学となることが許可された。その金額は、ステレンボッシュの功能、ジャニー・マレが1915年の彼の死去の前に、譲るした。彼の寄付には、条件があった。それは、オランダ語とアフリカンツ語が英語と同様の地位を得て、講師は少なくとも講義の半分をオランダ語もしくはアフリカンツ語で行うということであった。2014年12月、 ステレンボッシュ大学の医療専門家チームが21歳男性への男性器移植手術に世界で初めて成功した。ステレンボッシュ大学は4つの異なる名称を使い分けている。英語ではユニバーシティ・オブ・ステレンボッシュとステレンボッシュ・ユニバーシティ。アフリカンス語ではウナバーセテイト・バン・ステレンボッシュとウナバーセテイト・ステレンボッシュである。ステレンボッシュ大学の職員と学生は ステレンボッシュ大学が世界に通用する大学であると考えている。これは彼らの大学に対する高いプライドと評価を示している。ステレンボッシュ大学は南アフリカ共和国内で20校、西ケープ地区で3校しかない公立大学の一つである。南アフリカ共和国やアフリカには大学ランキングの制度が存在しないが多くの国際ランキングにステレンボッシュ大学は ランクインしている。タイムズハイアーエデュケーション誌の世界、大学ランキング最新版では、ステレンボッシュ大学は251から275位にランクインし、アフリカでは3位となった。この他にも、著名なランキングである QS 世界大学ランキングでは、近年361位にランクインし、同じくアフリカでは2位であった。ライデン大学による2013年、 CWTS ライデンランキングによると、世界のトップ大学500校の中で、ステレンボッシュ大学は395位であった。このランキングでは、ケープタウン大学に次いで、南アフリカ共和国でも、アフリカでも2位にランクインした。2012年のウェボメトリックスによるウェブ上の履歴の、ランキングは、ステレンボッシュ大学は、アフリカで2番目に多かった。これも再び、 ケープタウン大学の工人を廃することとなった。アスペン研究所が発行するビヨンドグレイストライプス氏2011から12年版での調査によると、ステレンボッシュ大学ビジネススクールの MBA プログラムは世界のトップビジネススクール100校の中で65位にランクインした。ステレンボッシュ大学ビジネススクールは南アフリカ共和国、 そしてアフリカ大陸において唯一トップ100校のリスト入りを果たした。南アフリカでケープタウンに次いで2番目に古い町であるステレンボッシュは人口9万人ほどの学園都市である。ケープタウンから50キロメートルほどワイン作りで有名なエールステリバーの土手になっている地域に位置している。街中には大きな多くの並木があり、そのためこの町は エーケスタットという愛称で呼ばれている。また、美しい山々に囲まれた地域でもある。ステレンボッシュ大学の教育は、ステレンボッシュの主キャンパスの他にもタイガーバーグキャンパス、ベルビルパークキャンパス、サルダナキャンパスに分かれて行われている。ステレンボッシュ大学は、特に学部生や優秀コース生は主にアフリカンス語を使用する大学である。しかし、課題や試験では、英語と、 アフリカンス語の両方が認められている。講義での言語も学部によって異なり、例えば人文学部では40%が英語で、ほとんどの講義が双方の言語で行われ、ほとんどの講義プリントや規則で使われる言語は、学生の話す言語の比率によって決まっている。大学院生のクラスになると、講義での言語は、学生の比率によって決められる。 上級の大学院生向けコースの大多数が英語で行われている。2008年の大学の発表によると、学生の母国語は60%がアフリカンス語、32%が英語、1.6%がコサ語である。言語に関する規則は今でも協議され続けている。というのも、アフリカンス語での講義がある高等教育機関は、 南アフリカ共和国には他にほとんど残っていないからである。このため、アフリカーナーの中では、中心的な大学として高い評価を得ている。ステレンボッシュ大学の人種別学生数は次の通りである。ザ・ユニバーシティ・ S ・タイガーバーグメディカルキャンパス、ベド・フロム・ザ・エア・ステレンボッシュ大学は10の各部、150の学科からなる。また、40以上の研究所、 施設を所有している。本キャンパスには、他のキャンパスには、がある。パンアフリカン大学の南部アフリカ拠点が、南アフリカ共和国にあり、宇宙科学に注力している。この決断は、電波望遠鏡、スクエア、キロメートルアレイを呼び込もうとする、南アフリカ共和国政府の考えに関係している。2009年9月、アフリカ連合の科学理事である、ジャンピエールエザンは、 パンアフリカン大学のステレンボッシュ大学支部が2010年2月に開局するよう求められていると語った。しかし、ユニバーシティーワールドニュース誌によると、パンアフリカン大学の計画は他の地域では進んでいるが、南部アフリカにおいては遅れをとっている。JS ゲリック図書館は、主要施設の外にあるキャンパス周辺のあらゆる情報を収集しており、 ユニバクという大学所有のメインフレームにおいてデータベース化され、コンピューターで管理されている。他にも別の学部向けに図書館があり、進学図書館、法学図書館、タイガーバーグ医学図書館がある。ステレンボッシュ大学には音楽学校と2つのコンサートホールがある。そこは国際的に評価を得ているステレンボッシュ大学合唱団の本拠地である。 この合唱団は南アフリカ共和国で最も歴史のある合唱団で海外の賞も数多く受賞している。ステレンボッシュ大学には HB トム劇場として知られる430人収容の劇場と円形演技場がある。こうした施設はこの大学の演劇学科が人文学、社会科学学部の指導の下で使用している。演劇学科は通常演劇、キャバレー、 ミュージカルなどを上映している。ステレンボッシュ大学附属植物園は、南アフリカ共和国の大学附属植物園の中で最も古い。ランゲンホー言ェン学生センターには、学生自治委員会、食堂、映画館、郵便局、ショッピングセンター、相談所、すべての学生団体の事務所などがある。食堂では、昼時になると、学生バンドや娯楽、アクティビティの宣伝がよく行われる。 ステレンボッシュ大学には MFM というラジオ局があり、ニール C から放送されている。これは92.6メートル HZ の FM でステレンボッシュ全域で聞くことができる。音楽、ニュース、娯楽、そして学内情報が放送されている。また、情報誌も観光されており、学生向けに、大町へ、職員向けには、 コンプヤスンスと呼ばれるものがある。年に一度、ダイステレンボッシュスチューデントという年報が公式に刊行され、配布されている。マキランドという交友会雑誌も公式に刊行されている。これは年に2回だけ発行され、同窓生や大学関係者、総勢10万人ほどに送られる。スポーツ施設は2つの競技場、2つの大きなプール、クッツェンバーグセンターなど、 本格的なものから娯楽に至るまで30以上のスポーツ向けのものがある。クッチェンバーグセンターは多目的施設であり、式が行われたり、屋内スポーツができる。また、広大な競技場、体育館、最近完成したフットボール複合施設があり、グラウンド内には人工芝ホッケー場が2面がある。ステレンボッシュ大学の競技場は2006年に、 ラグビーのルール改定の試験に使用されたことがあり、この時のルールをステレンボッシュ放棄という、ありがとうございます。